皆さん、数年前にですね、ある選手がこんなことを言っていました。僕はクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシと同じ領域にいると。そんな、素晴らしいことを言った大それた人物、果たして誰だったのかと。フランスの怪盗キリアン・ムバペ。いや違います、アトレティコ・マドリード最多得点記録を更新したまさしくクラブのバンディエラ、一時期バルセロナに行っていたけど、アントワヌ・グリエーズマンですね。そうです、彼です。彼を取らずしてフランス代表は語れないでしょう。このジョーカーどこから出てきたんってぐらいスタメンで出てるグリーズマンさんですね。はい、アトレティコでももちろんスタメンです。素晴らしい選手です。なんならフランス代表が優勝できたのはエムバペのおかげではなく、私はグリーズマンのおかげだと思ってます。それぐらいグリーズマンっていい選手なんですが、なんかまだ来ないんだよね。50連引いてちょっと来ないんだよな、まだ。うん、困りましたね。はい、なんで今回はぜひね、ちょっとグリーズマン引きに行かなければならないなと、そう思ったわけで残り50連やっていきましょう。無事にね、前半50連でフリースキルエムバペを手に入れることができて、すごく嬉しかったんですが、60連目の第一歩目はトリコロールの歩兵ベンジャミン・ペヴァールさんの登場ですね。ただ私の中央突破のライトサイドバックに関して言うのであれば、ダニエル・ジャンホリースがいて、しかもジャンホリースがエリア特徴を持っていて、私のディフェンスラインは全員ワールドスターズの選手なので、ちょっとパヴァールさんの入る隙がないと、そういう悲しい状況のパヴァールさんでございます。はい、うん、パヴァールな、いいんだけどな、めちゃめちゃ強いんですけどね、今回の中ね。個人的には全然当たりの選手だと思うんですけど、ちょっとね、すいません、居場所が用意できず申し訳ない。はい、あとはグリーズマンの他は誰かいるかな。そんなにいないんだよな。チュアメニはマジで欲しいんですけど、ちょっとチュアメニに関しては結構真面目に貫突してチームで使いたい。チュアメニめちゃめちゃ強いですよね、今回ね。ビエラもいいんですよ、ビエラも超いいんです、夢あふれるレジェンドですから。ただやっぱチュアメニ強いよな、やっぱチュアメニ強いんだよなってことで、チュアメニも欲しいです。スパイダーセーブはもう誰でもない。さあ、シモン・ミニョレね。あれ、シモン・ミニョレって今どこ行ったんだろう。なんかあれ、シモン・ミニョレってあれでしたっけ、クラブブルッヘとかだったっけ。前クラブブルッヘだった気がする。ごめんなさい、超適当言ってるかも、でもそうだった気がする。来たグリーズマンだ。やばい、今のテンションの上がり方やばい。オフェンスマスターで来たってなって、 OMF ってなって、来た来たってなって、ジョーカードリブル調で来た来た来たってなった。今下から3つなんかね、目が追ってったんですよね。いや、自分で後でこの自分がここテンション上がってたとこもう一回見よう。めちゃめちゃ気持ちいい。これはありがとうございます、アントワーヌ・グリエーズマン獲得です。いや、この選手はね、超強いです、超強い。貫突できればね、貫突するハードルがめちゃめちゃ高いじゃないですか。 6% で貫突するって、特に今回のガチャ最優先はエムバペだと思ってるので、めちゃめちゃ貫突の難易度高いんですが、まあ、ただですね、貫突してしまえば OMF でもセンターフォワードでもジョーカーぶち込める。かつバンディエラ特徴は戦術関係なく発動するので、え、エムバペじゃん、待って、エムバペ3人目なんだけど、やばくない、ヤババッペなんだけど、これ何、ああフリースキルかと思ったら、さすがにフリースキルではないのか。まあいいでしょう、まあいいでしょうって、もう十分すぎます。チュアメニとかください。あ、待って、ちょ待って、どうしようこれ。いや待って、グリーズマンください。あー、チュアメニ貫突してーよ。チュアメニ貫突させてくれ、頼む。チュアメニ貫突させてほしい。チュアメニ使いたいよ。チュアメニが使いたいです、私は。ていうか、フランス代表のセンターバックな、ウパメカノじゃなくてバランだったら喜んで使ったんだけどな。よだれ垂らしながらどんだけ弱くても使ったんだけどな。バランさんはクビらしいですね、残念ですね。
いややっぱでもチュアメニだよな。やっぱチュアメニっすね。チュアメニ欲しいな。チュアメニがあと一人、あと一人チュアメニ出てくれて、あとグリーズマンとチュアメニが一人ずつ出てくれたら両方完結できると思うんだけどな。どっちかしかできないんだよな今んとこ。いやチュアメニはできないな。グリーンさんもあれなんですよね、実はワールドスターズの時の在庫が一人余っているので、その一人を使ったら今回ラストで手に入る特別なあの限界突破のやつと合わせたらワンチャングリーズマンはいける。トボン、ライトウィング、イコネね、せめてデンベレにしてくれ。右なんでイコネなん、イコネかよ。いやイコネ好きな方すいません、今別にねイコネをディスったわけじゃないんだよ。イコネをディスったらチュアメネが出てきたよ。待って、これ 6% のガチャにしては神引きすぎませんか。やばくない？どうした、ケチャドバヤン。久しぶりにガチャ引くとこんな美味しい思いできんの。あ、でもワールドスターズもまあまあ引いたから全然久しぶりじゃないんだけど、こんな美味しい思いしちゃっていい？すげえぞ、すげえぞ、すげえすげえすげえ神引きしてる気がするが、がチュアメニ貫突はまだ無理だよな。いけるのか。2人今いてチケットでチュアメニ交換したら3人目。あ、無理だね。もう1人やっぱりグリーズマンかチュアメニがいるな。残りどっちか引きたい。リース・ジェームス、もうちょっとエムバペさんいいので、もう他誰もいらんから。え、チュアメニじゃねこれ。チュアのメニでは、チュアのメニ、チュアのメニなんだが、どうした、いいんかこれ、いいんかこれ、いいんかこんなんで。あれ、チュアのメニが来たぞ。あと一人、あと一人って言ってたらチュアのメニが来たんだが、アシュリアン、なんか大丈夫これ、大丈夫これ、なんか天罰とか当たらない、明日天罰とか当たんないかな、これ大丈夫かな。あれ、ちょっと待って、信じられないんだけど、ちなみに3人、え、今3人、チケットで交換したら4人でしょ。1段階目と2段階目があったら限界できる。グリーズマンも今元々の在庫合わせて2人、ちなみに今3人、3-3にしたら限界突破練習3段階目、1段階目1個。あれ、なんかすげえ現実的にグリーズマンとチュアの目にが限界突破できる未来が見えてきた。しかもエムバペフリースキルもエムバペのもう一人が来てくれたから、1段階目さえあれば限界突破できて、今回このボーナスの中で1段階目の限界突破素材が手に入るから、エムバペも痛みなく限界突破できるのか。すげえな、神引きだ。ただ自分で言ってて思ったんですけど、痛みなく限界突破できるのかって言ってて思ったんですけど、まあ、GB の痛みは流してるので、まあそらそうだよなっていうところではありつつも、ただやっぱり 6% でここまで引けるのはありがたいね。特に欲しかった選手、エムバペ、グリーズマン、チュアメニにちゃんと偏ってくれた。あ、待って、グリーズマン全然偏ってないけど、一応一人出てきてくれて、チュアメニとエムバペに偏ってくれたのはめちゃめちゃありがてえ、めちゃめちゃありがてえ。ただやっぱりフリースキルの選手今4人引いたんすよ。メッシ1人、エムバペ3人引いたんすけど、そのうちでフリースキルだったのは1体だけだね。 25% だね、まあ、もちろんね、そんなん超低確率なんで一発目でフリースキルのやつ引く人もいるしね、まあ、確率通りだと思うんすけど、やっぱりちょっと気になっちゃいますよね。いやー、感動している。ただ待ってくれ。ここまで来たらもう一体グリーズマンとか引こう。ここまで来たら頼む、もう一体チュアメニ引こう。どっちかお願いします。どっちか頼む、マジで。そしたらすごい楽になる、すんごい楽になるよ、めちゃめちゃに楽になるよ。イヴァン・フレスネだ。ごめんな、知らん、存じ上げないあなたを。ただなんかその顔色悪そうな顔はさっき見た気がする。
ルドビチ・ブラス、めちゃめちゃイケメンなんだけど、やばい、なんだこのキリッとした目。いや90連目、はお前さすがに90連目で星5もらえると思うなよみたいなメンバーが来たな。あ、フレスネだ、同じ中で2人引いてたわ、それは見覚えあるわ。ラストいきましょう。うわー、36000GB 引くと10万 GB やったのが7万 GB になっちゃうんだ。そりゃそうなんだけどな、カスパードルベリー。今回ラスト1枠確定なんで、まあ、ちょっとそこで誰が来るかにもよるけど、何人いるんだっけ、9人いて、欲しいのがグリーズマンとチュアメニなんで9分の2。いやーきちい。他誰か欲しい選手いたかな、他はいないな、他はいないね。グリーズマンかチュアメニどっちかだけ引きたい、もしくは、いやでもそうだな、そこの2人しかいないな、フランシス・コクラン。いや頼む頼む、私に超超大勝利を飾らせてほしい。ほら年始だし、年始かっこ2週間経過だし。ラズバン・マーリン、名前かっこいいね、ルーマニア。ヘンリク・ムヒタリアンってどこだったっけ、あれアルメリア、ルーマニア。ムヒタリアンってどこだったっけ、ムヒタリアン引退した、まだ引退はしてないのかな。前なんかローマにいたような記憶があるんですけど、やばいダメだこれ、特別獲得枠まで星5来ないぞ。頼む特別獲得枠お願いします、恩恵をください私に。だいぶもらってるけどだいぶ恩恵もらってるけどね。ヤスミン・クリティッチ、さあシルピッパスカット、誰だ誰だい、果たしてバンジャマン、ベンジャマン、ベンジャマン・パパール、パパール、パパールも結構実は持ってるんだよな、実はな。待ってこれ誰交換したらいいの、チュアメニ3でしょ、グリージー1でしょ、一旦グリーズマンでいっか。限界突破練習3段階目まで買っ、あ、チュアメニやったら限界突破2段階で貫突できて、グリーズマンがそうなると限界突破3段階プラスフリー素材、グリーズマンを交換すると2段階プラス、あんま変わらんか、うん、計算できなかったからグリーズマンにしときました。はいはい、ってことでですね、ガチャ動画今回こんな感じで終わりにしたいと思います。いや素晴らしい大勝利だったんですけれど、一個気になったのがパバール、パバール何人いるんや俺、パバール、あでも言っても3人か、じゃあまあまあまあ、うんうん、こんなもんか。え4人3人ボックス溢れた、ボックス溢れて、あ溢れた、溢れてる、溢れてるぞ。ってことは4人いるんだ、パファール限界突破できるないらねえ、いらない、パバールパイセンはちょっといらないかもしれないけど、どうしよう。いやでもダンフリースを変えたらエリアがなくなるからなしだな。はい、ってことでですね、皆さんご視聴誠にありがとうございました。なんかすごいすごいいい引きができたのでね、あの気持ちよくエムバペ、グリーズマン、そしてチュアメニを貫突して、2024年のねサカツクライフ過去2週間開始済みですけれども、やっていきたいと思います。ってことで今回ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トフでした。バイバイ。